幼なじみで歌舞伎町店店長やってる中ちゃんのお話をやっていこうかなと思うんですけどあのー、僕と中ちゃんってね結局仲いいからか割とね発言が日細だとか行動が日細だとかねあと,あと同じことをやってることって結構あるそう唯一違うのが女の趣味ぐらい 女の趣味が被らなかったから多分喧嘩もしてこなかったし今までずっと一緒にいれたと思うぐらいだけどそれ以外はだいぶやっぱ自分でも似てるなと思うの自分が言おうと思ったことを向こうがもう先に言ってくるだとかあとは歌舞伎商店のねスタッフたちとおしゃべりしてる最中とかでも、うん、となんかこう悪ふざけをしている中で何だかみたいなこと俺なんか一言言ったら全く店長と同じこと言ってますよって言われたりだとかめちゃくちゃそういうのがあるんだけどそんだけやっぱシンクロしてるとね 見るものもやっぱ同じなんだなっていう話にまたなってくるんだけども、うん、とまあそれもね、うん、と5年ぐらい前ですよまあ当時中ちゃんがまだこっちでホールスタッフやってる時にまさにここの席ここエルタクって言うんですけどまさにここの席に団体のお客様が入られていてで僕ね、うんとまあ、お客さんのお客さんこっちにいるからこっち側に俺は座って接客してたんですよ。 で、接客ワーってしてる最中に、まあ、このね、一直線上、厨房が向こう側にあるんですけど、その厨房と、うんと、通路があって、その通路のね、ちょうど間ぐらいのところに、中ちゃん立ってて。で、中ちゃんもね、悪いやつなんですけど、あの、俺が接客してる最中にね、ちょこちょこ、わらかしとかにかかってくるんですよ。で、それを、こう、どうにか耐え抜きながら、わー接客してる最中に、急に、左側。 怖いなっって思ったおかしいですよ感覚として何かを見たわけじゃないのに急に「あやばいこっち怖い見たくないかもしれない」って思ったんだけどもうんと違和感がやっぱ強かったもんですからお客さんとバーって会話してる中お客さんに悟られないように左側をちょっとねな流し目みたいな感じでパッパッって見たらまたねそっち側に。 一つねあの出入り口に向かうための通路があるんですけど、まあ、カーテンがかかっててそのカーテンのねもうホール側こっち側の方にもうちょっと体前のめりにした感じで真っ黒いローブ羽織って頭もねこんなんなんだわでかくてで両目もうギョロッとした俺は見た瞬間に魔女だって思ったんだけどがこっち見ているの。 で、えって思ってお客さんと喋りながら「いやいやでもあんなんいるわけないじゃん」って思いながらもう視界の端でねこう何回も確認するんだけどその魔女みたいなやつはやっぱりずっとこうやって俺の方向いているわけだからどうしようと思ってとりあえず一直線上目見たらねあのこっちの方を見たら中ちゃんがいたから中ちゃんの方にアイコンタクトでっていうのをお客さんに悟りにやってたそしたら最初はね中ちゃんも。 ってやつなんだけど途中で俺のアイコンタクトに気がついてで見た瞬間に顔ザッて青ざめてこっち向いてで首横に振ってでそんなんやってる間に気が付いたらいなくなってでここのねお客さんたちも返した後にすぐ中ちゃんと楽屋で「見たいや見た見た見た」っつっていや「あれやばいよね」って俺言ったら「うんあれ魔女だよな」って俺まだ魔女って言ってないのに言ってきたの。 まあそんな変なものを一緒に見たお話でございました。